ある日トーマスは小さな村の鳩場にいた。朝早くに獲れた魚が貨車に積み込まれる。古い機械を使っているので作業に時間がかかる。トーマスは心配した。港でヘンリーが待ってるんです。遅刻すると怒られちゃう。すみませんが急いで。トーマスの言葉が途中で途切れた。こりゃひどい。で、なんて臭いんだろう。綺麗な海辺を走っている時はとても気分がいい。灯台に差し掛かった時、赤い旗を振っている男が見えた。今度はなんだ。高波で線路が崩れそうになってます。目印をつけておきましたから。様子を見に行こう。トーマスなら大丈夫だが、ヘンリーみたいな重い機関車は危ないな。機関車に知らせるために赤いランプが設置された。港に着いたら通行止めにするように言わなくちゃ。ヘンリーがやきもきしながらトーマスを待っている。遅いじゃないか。それになんて匂いなんだ。ムカムカする。仕方ないだろ、魚なんだから。それに線路が危険なんだ。だから遅れちゃったんだよ。危険なのはお前の方だろ。つまらない言い訳はやめて早く貨車を連結しろよ。トーマスの機関士が事務所で主任と話しているとヘンリーの汽笛が聞こえた。彼はフライングキッパーと呼ばれる重くて長い列車を引っ張って駅を離れていった。ヘンリーは今夜どこを走るんだい。海辺の線だよ。一番の近道だ。さっき言っただろ、あの線路は危険だって。主任は大急ぎで信号所に電話した。ヘンリーは汽笛を鳴らして信号所を通過した。すぐに遅れを取り戻すぞ。信号士は電話中で警報が聞こえなかった。異変に気づいた時にはヘンリーはすでに霧の彼方に遠のいていた。ヘンリーのせっかくのスピードも海辺の線に着くと台無しになった。辺り一面霧が立ち込めていたのだ。前が見えないよ。機関士も前方が見えない。信号に気づいた時にはもう遅かった。激潮になるとすぐにヘンリーはクレーンで水から引き上げられた。機関車は泳げないんだ。お前の仕事は魚を運ぶことで一緒に泳ぐことではない。これでよくわかったろ。はい、すみません。ヘンリーが港に着くとクレーンのクランキーがからかった。これはこれはヘンリー、大量の自慢話を聞かせてくれよ。だけどその前にボディを洗っておけよ。だけどそれはほんの序の口だった。見ろよ、あんなに魚が取れてる。それに緑色のクジラまでいるぞ。クジラじゃないよ、怪物だよ。ヘンリーは悲しくなった。トーマスはヘンリーがかわいそうになった。行こう、君の機関士がお湯で洗ってくれるって言ってるよ。そしたら気分も良くなるよ。ヘンリーは元気になった。嫌な態度とって悪かったよ。そんなのいいさ。それより何か匂わない？何が？新鮮な空気の匂いだよ。ああ、そうだね。